中川治は、日本の政治家。衆議院議員、大阪府議会議員などを務めた。父は、寝屋川市議会議員を務めた、中川清治。大阪府寝屋川市出身。大阪府立寝屋川高等学校卒業。大阪市立大学法学部中退。衆議院議員秘書や、ブラック解放同盟の研究部門であるブラック、解放研究所勤務等を経て、 1991年に大阪府議会議員選挙に日本社会党公認で泉市選挙区から出馬し初当選。以後3期連続当選。2003年の第43回衆議院議員総選挙にて大阪18区から民主党公認で初出馬。保守地盤が厚い地域であり。 長年自由民主党所属の中山太郎への支持の強い選挙区であったが民主党躍進の波に乗り小選挙区では敗北したものの比例近畿ブロックから比例復活して初当選2005年の第44回衆議院議員総選挙でも大阪18区から出馬したが首相小泉純一郎を率いる自民党の小泉旋風に乗る中山に敗れ 比例復活できず落選。2009年の第45回衆議院議員総選挙でも大阪18区から出馬。関西の3空港の運営一元化などを含む独自のマニフェスト、先週8作を掲げ、中山を破り、国政に復帰。2012年の消費増税をめぐる政局では、6月26日の衆議院本会議で行われた。 消費増税法案の採決で党の賛成方針に反して反対票を投じた。民主党は7月3日の常任幹事会で党員主確定し2ヶ月の処分とする方針を決定し、7月9日の常任幹事会で正式決定した。同年11月15日、民主党に離党届を提出、同月21日、 国民の生活が第一に入党することを表明した。同党が合流した日本未来の党の公認候補として12月16日の第46回衆議院議員総選挙に出馬したが、選挙区で敗れ比例での復活もならず落選。ありがとうございます。